バイクのウィンカーを電球式から LED 式に交換します。車種はヤマハビラーゴ。 LED 式に交換する場合、正常に点滅させるには IC ウィンカーリレーに交換することと、ウィンカーパイロットランプの配線方法を変更する必要があります。配線の変更が必要な車種はウインカーパイロットランプが一つで、左右を兼用している場合です。パイロットランプが左右で独立している車種や、パイロットランプがない車種は変更の必要はありません。ウインカーパイロットハーネスの取り付ける目的は、ハザード状態の改善です。配線の変更を行わないと、右ウインカーを出しても、左ウインカーを出しても、左右同時に点灯してしまいます。配線の変更が必要な理由は、左右のウインカーの配線はつながっているからで、配線図を見ると、ウインカーパイロットランプは左右のウインカーにつながっています。電球は消費電力が大きく、片側ウインカーランプとパイロットランプで電力は消費されてしまい、反対側のウインカーを光らせる電力は残っていないということだそうです。LED は消費電力が小さいので、片側ウインカーランプとパイロットランプを光らせても電力には余裕があるので、反対側のウインカーランプも光るということです。ハザード現象を改善してくれる配線キットが、ウインカーパイロットハーネスで、Amazon で1000円前後で購入できます。メーカーの説明では、この配線方法がほとんどの車種に該当するそうです。配線キットのハーネスにはダイオードが入っており、反対側のウインカーには流れず、アースに流れるようになります。IC ウインカーリレーに交換する目的は、ハイフラ現象の防止です。交換方法は簡単で、ノーマルリレーと交換するだけです。キット内容を確認します。説明書。接続端子。アースにつながるハーネス。ダイオードが入っているハーネス。パイロットライトボックスのコネクターです。ウインカーパイロットハーネスを取り付けていきますが、ヤマハのパイロットランプの線の色は濃い緑と濃い茶色です。薄い茶色の線を切ってしまいました。間違いに気がつかずに作業を進めています。バイクに取り付けてテストしたところ、正常に点滅しなかったので、そこでようやく間違いに気がつきました。ウインカーパイロットハーネスの取り付け完了です。バイクに戻します。キットのアースハーネスは黒色のアースハーネスにつなげるかボディアースさせます。ハザード状態は解消し、
点滅スピードも問題ないです。ここからはウインカー本体を交換する様子です。このウインカーはポジションランプ付きなので線が3本あります。オレンジも赤も明るさは同じだったので赤色の線を使うことにしました。黒色はアースになります。このウインカーの端子はサイズが小さいです。コードの延長は端子は使わずハンダ付けで行います。白のラインの方を赤とつなぐことにしました。コード大体の長さでカット。細切れの伸縮チューブなので1本ずつ収縮させていきます。
この ICU インカーリレーはカチカチ音付きではないので、カチカチ音はしません。 LED 化完了です。